おい、こんなところでボサッとすんな。邪魔だぜ、どけどけ。この村の創造しさは相変わらずね。この村は古代の遺跡があることで有名でな、以前わしらはウルノーガの情報を求めてこの村にも立ち寄ったんじゃよ。プアチャット遺跡の神秘、壁画にて微笑む妖艶なる美女が絵を見た者に幸福をもたらす。だってや、うさんくせえな。じいさん、こんなところで何か分かったのか？確かにの。お主が言うように、その時は何の手がかりも得られんかった。じゃがあの時とは状況も違うからの。今回はお主もおるし、改めて遺跡を調べれば何か収穫が得られるかもしれんぞ。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで奥の丘を越えた先にあったはずよ。手分けして情報を集めつつ行ってみましょう。
あら、ちょうどいいところに来たわ。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの。大丈夫、私たちがついてるわ。ね、だからお名前を教えてちょうだい。メル、私メルっていうの。ここにはパパとママと一緒に何日もかけてきたの。でも壁画のご利益でお金持ちになるんだって、そう言ってパパもママもどこかに行っちゃったの。ねえお兄ちゃん、お願い、メルのパパとママを。大丈夫よ、安心なさい。私たちがあなたのパパとママを探してきてあげるわ。私は村の方を探すから遺跡の方を見てきてくれないかしら。いいでしょ。さすが。じゃあ遺跡の方はよろしくね。私も村の方を探したら後を追うから。いや、お前も来たのか。このでかいのが噂の壁画だとよ。確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもってそこで笑ってる彼女が俺らに幸福を下さる美女ってわけだ。ふーん、ところどころ傷もあるけど思ったより綺麗な絵ね。鍵のように見えますけど、なんだかとても不思議な感じ。あ、もしかしてあれ魔法の鍵じゃない？おいおい、ベロニカ、派手に腹なんか鳴らして、お前そんなに腹ペコなのか？ま、お子様は食べるのが仕事だからね。私じゃないわ
よ、失礼ね。ふん、あんたこそさっきから何よ。壁画の美女なんかに見とれちゃってさ。やれやれ、これだからお子様は。お子様じゃない。あんまり怒るとまた腹が鳴っちまうぞ。僕乗ってないってば。だいたい俺は壁画なんかに見とれてねえ。見とれてました。あれ、どけ。おお、これが夢にまで見た幸福を与えてくれる壁画の美女。これでこのブブーカ様も大金持ちに。おい、なんだあんたら、俺たちが見てたってのに。うん？はあ？お前たちこそなんだ。さっきから壁画を見てたくせに。壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですとも、独占なんてずるいですぞ。そうよ、今度は私たちが幸せになる番よ。一旦この場からは離れた方が良さそうですね。ここの壁画の人気、甘く見てたわ。ん？どうした？何か言いたそうだな。ほう、両親とはぐれた女の子を見つけて、その親を探しているだって？そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。おーい！ダメ、こっちは収穫なし。あなたの方は？彼女のご両親どこに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細いだろうし、もう一度彼女に会ってみましょう。おやおや、あなた旅の人だよね。遠路はるばるようこそ。村には観光で、やっぱり遺跡の壁画がお目当てかい？ありゃ、これは失礼。私はこの村で商人やってるボンサックと申します。どうです、観光の記念品から村の特産品まで。お土産買うならぜひうちで。お値段も勉強させてもらいますよ。ダメ、みんなで探したけど、メルちゃん見つからないのよ。あの子どこ行っちゃったのかしら。ん？おや、もしやこの村で人を探してる？いや、ちょうどよかった。あなた方は実に運がいい。
あなたは何かご存知なのですか？ええ、知ってますとも。うちの嫁がね、あいつはこの先で宿屋をやってましてね、職業柄か耳が早いのなんの、人の出入りなら何でも知ってる。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。しかもふかふかのベッドまでついてくる。今後もご贔屓にしてくださるなら、初回に限ってなんと宿泊料をタダに。これはもう泊まるしかないですよね。はい、決まり。うちの嫁には伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてくださいな。
さて、あら、待ってんな。ねえ、よう。誰もいないじゃない。さっきメルちゃんこっちの方に歩いてこなかった？確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ？ねえ、ちょっとあれ見て。壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか？なあ、変なこと言うようだが、ここに書かれてる奴ら、なんとなく昨日の連中に似てないか？ほら、俺らと揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって、宿の女将が言ってたよな。なんだか嫌な予感がするわ。早くここから出ましょう。いかん、様子がおかしいぞ。ダメ、開かないわ。見て、壁画が。なんだこの奇妙な場所は。夢の中ってわけでもないよな。本当、おかしな感じがしますね。まるで絵の中に入ってしまったよう。ああ。
おいおい、マジか。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に連れてこられてるんじゃないかしら。どの道いつまでもここにいても仕方ないし、探してみましょう。そこにいるのは例のブブーカってやつじゃないか。おい、あんた、そんなところで何してんだ。皆さんはここに集まって何を。それにこの女性の絵、遺跡の壁画にも描かれていましたが、どなたなのでしょう。どこの誰だか知らないけど、ちょっと自己主張激しすぎじゃない。この美しさがわからぬとは、子供とはいえ愚かよの。どこを見ておる。こちらじゃ愚か者どもよ。おい、みんな見ろ。動きました。ひーふーみふむ、七色か。汚い色ばかりで空いていたところだ。歓迎するぞ、ようこそ我が世界へ。特にお前、お前は他のものとは違うな。なかなか良い色になりそうだ。先だってわらわに魅了された者ども同様、残らず吸収し、わらわの美を支える一部としてくれよう。お前が吸収だと。おい、そりゃどういうことだ。どのような色になるか楽しみにしているぞ。危険な匂いがプンプンするわ。早くメルちゃんを見つけてここから出た方が良さそうね。見せてやるぜ。
ちょっと頑張りました。まったく。とても嫌な感じがします。奴らの餌とするためにあの者たちがわしらをこの世界に引きずり込んだというのか。気をつけて。Thank you.
何かしらこれ。ここだけ壊されてるみたいだけど。どうやらこの壁画を発見した人が残したもののようですわ。私が偶然にも村のそばで発見した数百年前に滅亡した古代プワチャット王国の不思議な壁画。これで人も集まり村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は邪悪に呪われていたのだ。壁画は人間の命を自らの糧とするため、人々の欲望を不思議な力で叶え惑わし、そのご利益にあやかろうとする者を吸収する。また欲深くない者の前には少女の姿で現れ、人の善意につけ入って欺き、壁画の中に引きずり込むのだ。あ、少女の姿、それってメルちゃんのこと？つまり俺らはまんまと罠にはめられたってことか。行きましょう。早くここから出なきゃ。これは一体、あ、この裂け目もしかして外の壁画についていた傷じゃないでしょうか。きっとそうに違いないわ。だったらここから外に出られるかも。考えてる時間もなさそうだな。さあ行くぜ。あ、いたたたた、全員無事かしら。ええ、なんとか。どうやら戻ってこられたみたいね。この壁画の恐ろしい真相を早く皆さんに知らせなくては。村に戻りましょう。見てあそこ。おじいちゃん、おじいちゃん。なになに。この村のね。おほう。うん。壁画の噂を耳にし、旅のついでに立ち寄っては見たが、おじいちゃん、それは本当なのかの。嘘じゃないよ、おじいちゃん。あの壁画を見たら、私の病気すぐに治っちゃったんだ。壁画のご利益でおじいちゃんも絶対元気になれるよ。おお、なるほど。こりゃ行ってみるしかないの。ありがとうよ、お嬢ちゃん。あら、それで元気になるのはあのおじいさんじゃなく、お腹を満たした壁画の方じゃないかしら。嘘、どうしてここに。私の可愛い触手たちが取り逃がしたというの。あなたが
言葉巧みに人々を誘導して皆さんを壁画に閉じ込めていたんですね。お願いします。もうこんなことはやめて、壁画の中に囚われている皆さんを解放してください。あんたの正体はもうバレてんのよ。おとなしく降参しなさい。せっかく捕らえた獲物を解放しろだと。調子に乗るでないぞ。たかが塗料風情が。この素晴らしき力は愛しきあの方よりいただいたもの。人間ごときに指図される覚えはないわ。不服があるなら我が世界に来るがいい。今度はわらわ自ら歓迎し、綺麗に丸飲みにしてやろう。待て、あの方とは一体。みんな壁画に向かいましょう。これ以上あいつの好きにさせてたまるもんですか。もう。さあ、行くか。
行きましょう。一寸突き。行くぜ。さて、追い詰めたわよ。追い詰めただと何を勘違いしているやら。わざわざ餌の方からディナーの皿へ乗りに来ただけというのに。くっ、本当におバカな子供よの。わらわは美と芸術の化身メルトワ。その真の姿を貴様らの眼に焼き付けるがよい。やっと元凶のお出ましね。人を騙して絵の中に引き込み丸飲みにして吸収する。ふん、やっぱり悪趣味よあんた。でもどうしてこんなことを。人間などわらわを彩るための塗料に過ぎぬ。美の一部となれる奇跡にむしろ感謝すべきであろう。あの方より賜った次元を超え人間どもを吸収する力、そのなんと素晴らしいことか。わらわはこの力を使い、いつの時代も浅ましき欲望に抗えぬ愚かな人間どもを救ってやっているのだ。そう、わらわという至高の芸術を彩れること、これぞ壁画が与えし誠の幸福と知るがよい。来ます、お気をつけて。お気をつけて。こいつでどうだ。受けてみなさい。こういうもの。ふっ、おい、我が虜になれ。どうじゃ、いでよ。
いつでどうだ。我が虜になれ。これぞ美の鏡。参ります。手になる。あがくでない。よっしゃ。バカな貴様ら一体。己だがまだ終わらぬ。我が造物主たるあの方が、偉大なるウルノーガ様がおられる限りは。な、ウルノーガじゃと？ウルノーガ様の世が実現さえすれば、いずれわらわも再び。待ちなさい。あなたはウルノーガを知っているの？貴様らに壁画の呪いあれ。ウルノーガ様、どうか祝願を。永遠なる命の力をその手に。まさかここでウルノーガの名前を聞くことになるとは。やつはかつてとある王国の宰相に取り付き、その国を滅ぼしたというが、フワチャット遺跡の文明がそうであったか。永遠なる命の力と言っていましたね。それこそがウルノーガの狙い。ヤツめ、一体何を企んでいるの？これは魔法の鍵か。これを使えば今まで開けられなかった扉も開けられるようになるじゃろう。予想外の収穫もあったし、上出来と言うべきか。それにまずはここから脱出せねばな。では行くとするかの。参りましょう。イエイ。ねえ、ハハハハ。
やれやれ、ひとまず一件落着ってとこが。なんだなんだ、いきなり祠から人が溢れてきたが。はぁ、って、なんだこりゃ。あんたたち、壁画の絵をどうしまったんですか。助かった、助かったんだ、元の世界に戻ってこられた。やったー。邪魔めろ壁画め。元の世界、壁画、一体何があったんです。なんだってこの壁画がそんな恐ろしいことを。いや、なんとお礼を言えばいいのやら。さぞお疲れでしょう。せめてうちの宿に泊まっていってください。忙しい忙しい。おや、もうご出発ですか。いやー、あなた方には感謝してますよ。おかげで村は大助かり、新しい商売も始められそうです。幸福を招く壁画ってのはもう古い。これからは人々を閉じ込めた呪いの壁画、これですよ。刺激的な売り文句でしょ。おっと、こうしちゃいられない。夜なべして作った壁画の複製、旅人たちに売り込んでいかなきゃ。やれやれ、あんな事件があったというのにこの村は変わらずたくましいの。わしらもこの活気に負けず先へ進まねばな。魔法の鍵により新たな道も開かれよう。それに今回の件で確信も得られた。この地で起きた悲劇と今のデルカダールはよう似ておる。あの国にウルノーガの魔種が伸びているのは間違いないじゃろう。そういえばネルセンの宿屋の近くにあるバンデルフォン王国跡に魔法の鍵で開く扉があったな。まずそこで扉を探すとしよう。お父様、行きましょう。永遠の命の力、何かは分からないけれど、ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。